はいどうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日は、おなじみのモンタナスポーツさんに、来ております。先日ちょっとモンタナスポーツさんのインスタグラムを見ていたら、ちょっと気になる商品が入荷したとの投稿があったので、急遽本日来てちょっとレビューの方をしていきたいと思います。で、あのモンタナスポーツさんのインスタグラム、かなりすぐに情報が上がるので、概要欄ありますのでチェックの方よろしくお願いします。入荷したグローブっていうのが限定品ではない、まあ、僕ちょっといつも限定品ばっかり紹介しちゃってるので、今回はちょっと限定品じゃないんだけれどもという、グローブをご紹介できればなと思います。はい、そのグローブがこちらです。 Z のプロステータス SE シリーズというやつですね。で、これが源田選手モデルになります。いやー、素晴らしいの極みですね。で、こちらの SE シリーズなんですけれども、ヨーロッパ産のキップレザーを使用しているグローブになります。いやー、張りがすごいんですよ。一切シワがない補給面に、さすが Z さん、さすがプロステータスといったようなグローブになりますね。で、普通のプロステータスともう一個違う点があります。それがここのラベルがウェルダーラベルになっています。このウェルダーラベルっていうのが、まあ、水野さんでいうと昔の、グローバルエリートのようなシリコン、まあ、糸じゃないよという、シリコンともまたちょっと違うんですけれども、まあ、糸じゃないよといったようなラベルとなっております。で、何がいいってやっぱ色合いですよね。これ普通のステッチがとまたここも違って、ピンク色の、まあ、同系色ではあるんですけども、ピンク色のステッチを使って、ちょっと見えづらいかもしれないんですけども、なので、まあ、カチッとしてる中に、まあ、ほぼ一緒の見た目の、まあ、同系色の色なので、まあ、ほぼほぼ周りから見ても分かんないとは思うんですけども、近くで見たら、あ、可愛いっていう色をしてますね。新品の、まあ、赤系の色、レッドオレンジ系の色でここまで輝いているグローブもなかなかないのかなと思います。まあ、こちら型の特徴はもう皆さんご存知、まあ、サイズ4でちょっと、まあ、広く使うようなグローブとなっているので、僕も何回かもちょっと源田選手モデルを紹介しちゃってるので、型の説明は今回はすみません割愛させていただきます。で、この SE シリーズなんですけれども、こちらはもう Z さんで認められているようなお店でしか取り扱いができない、グローブとなっております。まあ、なので、もしかしたら、まあ、近くのショップさんとかでは加盟店に入っていなければちょっと取り扱いがないかなっていう可能性も、もちろんあるはあるんですけれども、ここモンタナスポーツさんに来ていただければ、まあ、あるよという正規品なので注文もできます。例えば、まあ、これが売れちゃってなくなっちゃったでも欲しいって言ったら、カタログに載っているものなので購入することができます。で、こちらお値段が、まあ、ちょっとお高めではあるんですけれども、税込みで、63,000円となっております。正直言ったら水のプロスとあんまり変わらないんじゃないかぐらい、まあそれぞれ革の、特徴というのは全然違うので、一概には何とも言えないんですけれども、僕はこのパリッとしたようなグローブで、なおかつ Z さん意外と革薄いんですよ。どのグローブにも言えることなんですけれども、水のプロさんはちょっと厚め、 Z さんはちょっと薄めな革なんですけれども、めちゃくちゃ硬いです。なおかつ芯がしっかりしてるんですよ。へたりにくい、肩が変わりにくいという、グローブとなっております。それとは別に昨年のモデルなんですけど、こちらです。投手用の SE シリーズのグローブになります。ちょっと野手っぽいんですよ。これ形が包み込むような野手用のグローブでも全然使えるんじゃないかなっていうグローブですね。で、こちら意外や意外投手用なんですけれども、源田選手モデルと同じ大きさのサイズ4です。なので、どちらかというと投手用にしてはコンパクトめなのかなといったところです。ちょっと源田選手が内野用にしては大きいっていうのもあるんですけれどもといったところではありまして、肩としては、まあ、ちょっと小さめで内野手に近いような投手用の方で、非常に軽いです。軽いっす。もうね、なんか吉田正尚選手みたいにこんなことしなくても誰もしないかっていうグローブですね。お値段はそうですね、ちょっとあの表記が、まあ、昨年モデルなんで表記が違うんですけれども、実際は値段は一緒になります。はい、これもめちゃくちゃやっぱ硬いんで、ピッチャー用、力をかなり握って力を入れるタイプの方だったら
めちゃくちゃいいと思います。これ握り潰さないと全然握り潰れないグローブなので、まあ、ピッチャー特有の握り潰しちゃってなんかポケットがなくなったみたいなことも絶対ありえないだろうし、でそれと一緒で左をもやります。これは色違いですね。さっきのグローブの、投手用の色違いのグローブになります。まあ、これもやっぱりちょっとコンパクトめ。右と左で初期の段階の型の付け方がちょっと違うかなと。見た感じはさっきの右のグローブなんかよりかは全然投手用に近いようなイメージの型をしてますね。まあ左用の投手用って数も置いてないので、ぜひぜひ興味ある方はモンタナスポーツさんへお越しください。であと、もうグローブじゃないんですけれども、気になった商品がインスタグラムの方に上がっていたので、そちらもご紹介させていただきます。それがこちらでーす。はいはい、アディダスのポイントのスパイクになります。いやーすごい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 、ピッカピカ。こっちも光ってるんですよ。最近、まあ、アディダスさん前からやってますけれども、白金めちゃくちゃ流行りじゃないですか。それを普通のよりかも白の割合が多くなって、まあ、表面でいうと金のところってあまり今までのものよりかも少なめだなっていうのは感じるんですよ。ただ裏こんなんだからいや、なめんじゃねえぞ、金捨ててねえぞっていうスパイクですね。軽いんですよね。で、クッションもしっかりと入ってるんですよ。なので、結構疲れにくい。まあ、金具なんでどうしても足の疲れは残りは残るんですけれども、言うほど疲れないなっていうのがありまして、なので、で、それがなおかつポイントに変わったと。で、ポイントも結構しっかりとしたポイントで、ちゃんと、まあ、地面を噛めるのかなっていうのは、ありますね。でこちらお値段が税込みで17,600円となります。で全然出す価値あると思います。はい、というわけで、本日は新しく入荷したグローブとスパイクの紹介をさせてもらいました。とてつもなくいい商品ではあるので、気になった方はぜひ、モンタナスポーツさんへ、お越しください。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。皆さんに、特に学生さん向けにプチプレゼント来たんですよ。マジで、いつの間に、まあさらっとだってよ、だってよ、みんな、あの僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ、竹、そう、右手握力だけだけぐらいしびれちゃったんで、まあ、そういう痛いのだけ、痛いのだけ、痛いのは痛いですね。痛いのだけ、高校の時からやっぱり痛かったんですけど、そんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ何これ、あの衝撃ケースです。ああ僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、竹バットだったり冬の練習で使ってたんですよ。親指につけてやるとあの衝撃が少しは吸収されるという。マジで？プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。え、あ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、はい、そういったあの竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛い時は痛いので、こちらを学生さんかな2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。そうです。なんで、まあもちろん試合だとちょっと違和感あるなって言ったら練習でどんどん打つときに使っていただいてもといったようなところで、まあ学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい。良平からの初プレゼント。まあちょっとまだ口なんで。でもね、金額じゃないから。まあそうですね。うん、気持ちだから。ぜひちょっと、まあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、両辺の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらいですから。自分でかい方だと思うんだけど。でもまあ、それもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど。はい。絶対どっかに暴れてやろうかなとは思ってるので。応募方法が、チャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので。インスタの投稿ね。にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント。ここにコメント。はい。で、期間は、まあ気まぐれで。気まぐれってわかりづら。で、また動画で。発表と、はい、まあそのインスタでもまあそうです、ね、発表ね、当選者の方です、はい、と。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。はい、プリントするグローブはこれプラスこちら。見ましたこれ、はい、HZプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ、何種類です。基本的にチャンネル登録と僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平TV の、チャンネル登録者が8000人突破した、プラスモンタナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、源田モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第、抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして、翔平TV イベントも、
開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントをよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TVT シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まで、あとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。Let's kill it.